ホテルザッハの正面入り口、アンナマリアザッハ、カフェザッハの売店ホテルザッハは、オーストリア、ウィーンの中心部、フィルハーモニカー通りにある5つ星ホテル。ウィーン国立歌劇場の隣にある。部屋数は152室。このホテルの名物にザッハトルテがある。またホテルには、19世紀の美術品を収蔵するギャラリーもある。ホテルはかつて、 アントニオ・ビバルディが住んでいた場所に建てられている。ホテルは1876年、エドアルト・ザッハーによりメゾン・マブレーとして建てられた。彼の死後、未亡人のアンナ・ザッハーが支配人となった。彼女の指揮の下ホテルは貴族や外交官が宿泊するような世界の最高の格式あるホテルの一つとなった。今日、ホテルはエドアルト・ザッハー CEO オーグの名でエリザベス・ガートラーの一族の所有となっている。この会社はザルツブルクのオーストリア抱負も所有している。ホテルは2005年部屋数を増やすために上層階を増築したが古き良きままを愛好するファンたちから猛反発を受けた。このホテルはドイツ語圏ではフリッツエックハルト主演の TV シリーズハロー、ホテルザッハー、ポーターデスでよく知られている。 ありがとうございます。